こんにちは、カップ麺リスペクトです。今回いただくのはスガキヤ食品全国麺巡り小田原担々麺になります。とろみのある甘辛スープの神奈川県ご当地の担々麺です。楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、今回もいただきます。小田原担担麺、1975年発祥、神奈川県西部、ご当地ラーメンです。この商品のポイント、まさに、小田原系担々麺といわれるご当地麺の元祖のお店、中華四川さんの人気メニューの再現、はい、それから中太麺、もっちもち中太麺、しかもノンフライ、409キロカロリー、それからなんといってもね、このとろみのある甘辛スープね、これ結構特徴だと思うので楽しみでございます。で、以前スガキヤさんから出てたものから、ひき肉とニンニクがパワーアップしてるみたいなので、ちょっと楽しみですね。はい。これね、中辛らしい、これ豆板醤じゃないかな。この匂い。うん。中華味噌の匂いがしてますよ。美味しそう。はい。で、このとろみなんですけど、多分3種類のスープの小袋あったんですけど、3番目の最後に入れる粉末スープがこれ決め手かなと思ってますね。はい、これなかなかカップ麺でこのとろみあんま見ないですね。はい、楽しみです。いただきます。まずは一口。うん、やっぱこのとろみが、あんかけがいいな。あんかけ美味しい。甘辛です。甘辛、うん、甘すぎず辛すぎず、ほどほど、美味しい美味しい、うん、ラーメンにもいろんなタイプがありますよね。ビリビリした刺激でうやーやーって言いながら食べるやつと、あとほんわかしながら食べるやつとか、しみじみしながら食べるやつとか、これね、ほっこりしながら食べる系ですね。うん、あの心がね、安らかになる安らかな気持ちになる感じです。はい、
豚がね、なかなかしっかり味します。うん、感じられますよ。バランスだね、みんなね。うん、俺がってなってないチームプレーですね。どうしてもあの具材でとんがった具材いっぱい使っちゃうと、小学生のサッカーみたいにボールのとこに俺がってなっちゃうんですけど、大人のサッカーですね。ちゃんとパス回しがちゃんとしてる、ちゃんと試合作ってるみたいな。麺も美味しいんですけど、もうノンフライがすごいなっていうのは最近分かってきたので、ノンフライでもこれぐらいはできるんだなと、今更驚かないことにしました。美味しいですね、麺も。あのあんかけに何の意味があるんだろうか。単に味だけなのかな。例えばあの北海道のラーメンが表層にラードを浮かべるっていうのは冷めないようにとかね、こういろいろ意味があるのラーメンが多いじゃないですか。これも1975年発祥なので、もう間もなく50年ぐらい経つ歴史のあるご当地麺ですけれども、なんか意味があるのかなっていうのはちょっと興味があるところですね。うん、これ本当に全然激辛じゃない、ピリ辛、甘辛なので、辛いの苦手な方も全然 OK だと思います。うん、美味しい、ほっこりする、気持ちがほっこりするラーメンだ。結構豚ひき肉が量ある感じですね。うん、スープ飲んでるとね、豚ひき肉がコロ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 っていっぱい入ってくるんですよ。これなかなかいいですね。あー、うまい、豚がうまい。うん、豚がうまい。うん、かこういう直球の豚にのアプローチがあったか。うん、美味しい。はい、もう最後でございます。一気にもう麺なくなっちゃった。一気にいただきます。とろみが美味しくいただきました。あ、ほっこりする系のラーメンでしたね。中に入ってるものみんなで強調して美味しさを醸し出すような、そんなイメージの甘辛とろとろラーメンでした。はい、小田原担担麺、どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、リスペクトタイムです。今回はスガキヤ食品全国麺巡り小田原担々麺をいただきました。実食とかぶっちゃうのでさらっといきますけれども、豚美味しかった、あと全体のバランス非常に良かった、美味しかったですね。あとですね、あの食べてる最中はそれほど感じなかったんですけど、食べた後に、うちの子からですね、ニンニクすごく匂ってたって言われて、あ、そんなに強かったんだとちょっと思いましたね。はい、食べ方なんですけれども、ライスよりはチャーハンが合うかなと思いましたね。あとは合わせて食べるんであれば野菜餃子とか野菜炒めとか、そういったものが合うかなと思いました。あのライスに合うほどアクが強くないというか、悪い言い方をすると、どっちかというとチャーハンと一緒に食べた方が美味しいかなというふうに感じましたね。ということで、今回はスガキヤ食品全国麺巡り小田原担々麺をいただきました。今回も美味しいカップ麺をどうもありがとうございました。
カップ麺リスペクトの動画をご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、それから皆さんの思い出のカップ麺、ご当地のカップ麺の情報などコメントでいただけるとありがたいです。今後ともよろしくお願いします。